3、2。どう考えても俺も映すでしょ。いやいや、これこれで2で行くって言ったじゃん。こっちからのこういうことじゃないんですか。これが楽しみなんですよ。今日の楽しみ、今日の楽しみこれなの。だったら7時半に終わっちゃってる。この後つらいよ。そしたらこれからあの、はい、狼少年の宣伝で、はい、ラビット、ヒロビト TBS ジャックしちゃいます、ね、おっす、えっす、えい、長い長い、おっすだけでいいかって言いたい。久々に空手やったんで。2人ってあの生放送の時ってこれ言うぞってのは決めてんの？え、決めてないです。僕は全然決めてない。なんかその場のテンションでカットされないからね。何でもやっていいから。いや、カットされないからこそ何でもやっちゃダメなの。落ち着いてる、割かし落ち着いてる。ジェリ君これ言うぞって何の？これ言うぞ。加山さん。え？加山さん。加山さん。加山雄三。あ、これ言うぞっていう加山雄三さんってこと？さすがラッパー。違う、俺からじゃないですから今。俺から出たものじゃないから。出た、言われたやつ言ってるだけなんで。ウェイ今やってもらっていいですか？これが楽しみだから。違う、早いって思われるんですよ、そしたら。あのついさっきあのスペシャルの編集終わって、お仕上がって、今日のどうですか仕上がりは？面白い、いい感じになってる。待ってか、だって編集、まあ俺ら収録してるじゃないですか、はい、それって編集前のものだよ、もちろんね。あれだけでおもろいわけじゃないですか。それをね、もっと面白くね、分かりづらく、いや安くするんで。違う違う、そのドッキリかドッキリじゃないか。ああ、まあまあまあね。ああ、そうね。今回あのスペシャル見どころ、2人ともあのドッキリ引っかかってる。ドッキリね。そうですよ、久々じゃない？そうね、それぞれロケというか、うん、VTR の方に出させていただくのは久々じゃないかな。スタジオで自分たちも見るのも久々だった。そうだから、ちょっとスタジオで自分の映像を流れてみんなが見てる時に、あ、俺がどっちかってみんな分かってんのかなとか、ちょっとこう周りの顔色を伺ったりするとか、うん、分かるでしょ、うん、そういうのがね、感覚が久々で、なんかちょっと緊張しました、収録。二人ちなみにどんなドッキリに引っかかってるんですか？僕はもう大先輩のケン君、三宅ケン君と一緒にピタゴラドッキリっていうものを、まあ、あのやらせていただきまして、まあ恒例の偽番組ですよ、はい、で呼ばれてこうピタゴラをこうバーって見ていくわけです。で最後に大玉をバーンって食らうんですけど、ね、はい、それをもともと知ってたのは僕かケン君かどっちかっていう。まずケン君が出るのもすごいくない？すごいよ。だって知ってるにしろ知らないにしろ、ケン君がどちらにしろ大きい敵で吹っ飛ぶのは確定してるわけだからね。そこも見どころですね。そうそうそう、やらせていただきました。で、ジェシーが、僕はあのアイマスク外したらいきなり感謝祭マラソンドッキリ。なんですかこれ。このさ、ドッキリのさ、アイデアすごくない？すごいよね。こんなアイデアすごくない？うん、昔だよね。すごいアイデアだなと思った。いや、面白かったね。なんか俺、あ、走ってるなって思ってたよ。もしかしたらあれが、ジェシーが知らずに走ってた可能性がある。はいはい、もしくは知ってて、事前にもう、まあ、準備した上で臨めてる可能性もあるってことでしょ、はい、いや、本当にまあ、それもこれ以上何も言えないですよ。それもそうなんだけど、どちらにせよマラソンを走るんですよね。うん、パンパンだったよ、本当に。どちらにせよね、5周走ってたわ。5周、3500m。 きついよね。まあまあまあ、きついですよね。まあテレビ出ると思う。すごいポジティブです。今日あの東京あいにくの雨ですけど、はい、あの狼少年のファンの皆さんに2人から朝爽やかなメッセージをいただけると。僕たちが爽やかなメッセージですか？でもなんかさっきあれですよね、浜田さんと日比さんと撮った映像流れてましたよね、多分朝ね。うん。流れてましたから。でもこの後はまあもしかしたらね、学校行く前とか会社行く前とかの人もいる。いや、いますよ。いますし、もしかしたら休みで早起きの人もいるかもしれない。ね、いますし。多分見てない人もいますし。いやいや、できれば見てください。まあ、それは人それぞれなんで。まあまあまあね。まあ、無理をせず、健康第一、安全第一で、皆さん、生きてまいりましょう。なんか悟り開いてる。いやいや、できればじゃなくて、もうこの動画見た人は皆さん、生でね、せっかくの生放送なんで、そうね、リアルタイムで見ていただければ。思います。じゃあそろそろスタンバイなんで、はい、お願いします。行きましょう。ミュージカル分かったよ。分かったよって言うなよ。